ゆうこ、婚約したって本当なの？サリー久しぶり。本当だよ。てか LINE するのも久々。多分高校以来だね、ゆうことは。そうだね。どれくらい妥協したの？え？だってゆうこが私より先に結婚って普通に考えたらありえなくない？ねえ、どれくらい妥協したの？旦那って顔不細工？それとも低収入？サリー、何も変わってないんだね。あ、何が？そうやって人を見下す感じだよ。高校の時から何も変わらないね。正当な評価しただけじゃない。先に結婚した方が勝ちと思ってる。言っとくけど私もプロポーズされてるから。でも私の求める条件に満たしてない。だから私は結婚してないの。だから負けてるわけじゃないの。それ分かってる？まず勝ち負けとかしてないし、そんな風に思ってないよ。いや絶対そう思ってるじゃん。思ってないよ。妥協で結婚とか考えられない。私は年収1000万以上でイケメン、これが最低条件なんだから。はいはい、ごめん、特に連絡ないからこれで終わりにするね。式には呼ばなくていいからね。あんたの旦那の友達なんか全く期待できないんだから。言われなくても呼ばないよ。1週間後。ゆうこ、ごめん、この間は言い過ぎたみたいだね。本当にごめんなさい。ね、何急に。聞いたよ、ゆうこの旦那のこと。大手商社マンなんでしょ？あ、うん。ネットで調べたら優秀な人だと年収1000万超えてるとか。ゆうこの旦那はいくら稼いでるの？言わないよ。なんでよ。てかそんな旦那どうやって知り合ったの？大学の時に知り合ったの。そっかそっか。付き合ったのはいつから？大学卒業する前だけど。一番いいやつじゃん。そんな出会いがあるんだったら私も大学行けばよかったな。サリは高校卒業もギリギリだったよね。そうだね。で改めて何の連絡？式の話し合いとかもあるから。あー待って、旦那の知り合い紹介してくれない？は？お願いお願い。この前彼氏と別れてから寂しくて、そろそろ金持ちと結婚したいの。なるべくイケメンがいいんだけどね。お願い。一応旦那に聞いてみるわ。本当？ありがとう。無理だったらごめんね。私の写真ちゃんと見せてね。絶対可愛いってなるから。はいはい。翌日。宗高、今いい？どうした、ゆう子？私の高校の時の友達で、サリって子がいて、その子が彼氏探してるんだけど、宗高の会社の知り合いの人で、彼女探してる人とかいる？ああ、山ほどいるな。てか、俺の友達にも言われてるわ。嫁の友達紹介しろって。ちょうどいいから、その子を紹介してよ。俺の同僚で最高のやつがいるんだよ。そいつ最近彼女と別れてマジでげんなりしてんだよ。うん、その人じゃなくていいかも。あ、どういうこと？いや、そのサリって子がね、ちょっと性格に問題あって、あまりいい人紹介したらその人に迷惑かなって。どういうこと？そのサリってことは友達じゃないのか？高校の時の同級生なんだけど、あまりいい子じゃないの。え、じゃあなんで紹介してやるんだ？そんなやつ放っておけばいいじゃん。てかサリはどういうやつなの？束縛気質とかそんな感じ？そうじゃなくて、私が高校の時に好きな人がいて、いつの間にかその男と付き合ってたことがあって。え？サリも好きだったんだったらただのライバルだから諦めたんだけど、その男の子に話聞いたら略奪に興奮を覚えてるだけって言われたんだって。やばいやつじゃん。うん、高校卒業してからだいぶん経つし、性格変わってるかなと思ったけど、前より高圧的になってたの。だからあまりいい人だと紹介したくないかもって。なるほどな。てか無事でいいじゃん。うん、そうだよね。今のところ聞いたけどいなかったってことにしようと思ってる。それが最善策かもな。そんなやつに俺も友達とか紹介しにくいし。そうだね。ごめんね、無駄なラリーして。数日後。ねえ、ゆうこまだ？早く男紹介してよ。サリー、返事をくれてごめん。旦那に聞いてみたよ。そうなの？で、何人紹介してくれる？条件覚えてるよね。イケメン多めでお願いってやつ。それが無理そうなの。はあ？イケメンはもちろんだけど、そうじゃない人も嫁や彼女がいて、フリーな人がいないみたいなの。だから紹介できない。ごめんね。そんなはずなくない？もっと真剣に探してよ。ごめんね。もういい、ゆうこには頼れない。1週間後。ゆうこ、今いいか？何、どうしたの？高校の友達の名前ってサリだったよな。そうだけど、
それがどうしたの？今日会社の前にいた。は？俺が退社しようとしたら声かけられて、優子の旦那ですかって聞かれた。え、マジ？なんで俺の顔知ってたのか謎だった。まあ私の友達には何人も言ってるし、そこから名前と顔知ったのかも。働いてた会社自体は知ってるし。なるほど。で、声かけられただけ？いや、 LINE 交換させられた。え？マシンガンみたいに喋ってくるから勢いに乗せられてしまった。その気持ちちょっとわかる。で、ここからが問題なんだけど、てっきり紹介してほしいって来ると思ってたんだ。なんて来たの？これ見てくれるか？サーリさんから LINE のスクショ。うん。1時間前。宗隆さん、さっきは急にごめんなさい。偶然通りかかって声かけちゃった。ああ、うん、優子がいつもお世話になってます。確かあれですよね、彼氏候補を紹介してほしいって話。はい、確かにそうでした。でも変わりました。私、宗隆さんが好きです。え？会った瞬間ビビッときました。本当に雷に打たれた気分になりました。正直本当にタイプです。優子の婚約者ってのは知ってます。でももし私にもチャンスがあるなら挑戦してみたいです。まずは私とお酒飲みませんか？いいお店知ってるので、ぜひ。何これ？ここから返してないけど、想像以上にヤバいやつだった。マジでムカつく。勢いに負けて交換してごめん。もっと断ればよかった。ううん、実害はないし全然いいよ。うん。でもこのままじゃムカつく。高校時代のこともあるし、なんか猿に仕返ししたい。これはあんまり良くないかもだけど、俺に一つ提案がある。何？ LINE では伝えにくいことだから、帰ったら話すよ。わかった。数日後。サリー見つけたよ。うん、何が？決まってるじゃん、宗隆と同じ会社の男だよ。へえ、そうなの？今かなりのイケメンの人といい感じになってんだけど。そうなの？でも会ってみるだけ会ってみてよ。その人サリーの顔が好きって言ってた。本当？うん、最悪遊びだけでもいいから会うだけ会ってみてくれない？ちなみにサリの写真見せたらすごい可愛いって褒めてたよ。それは当たり前ね。だよね。で、その人言ってたよ、こんな可愛い子と付き合えるなら何だって我慢できるって。それは本当？うん、絶対本当。ね、会ってみない？そのこと宗隆さんは知ってるの？ん？何が？いや、ごめん、なんでもない。そんな高スペックで私に溺愛してるなら会ってみたいかも。本当？じゃあ LINE つなげてみるね。ありがとう。やっぱ持つべきものは友だね。ありがとう。1週間後。優子ありがとう。紹介してくれた人でいいかも。だから付き合ったよ。え、もう付き合ったの？うん、正直全然イケメンではなかったけど、いい ATM にはなるなって。 ATM？ うん、私のこと好きすぎるんだって。だから即決した。今この金持ち捕まえとかないと他に取られるって思った。そっか、付き合ったならよかった。うん。でも好きな人はいいの？ああ、いいのいいの。あいつは顔だけ。私もそれなりに考えたの。将来結婚するってなったら、やっぱり顔より金だって。いくらイケメンでも25歳、年収400万ってね。確かに不安かもね。それに比べて今日の人は、将来1000万稼ぐんでしょ？こんなの多少はブスでも目つむるよ。ほんと感謝しかない。よかった。私ね、結婚したら専業主婦になりたいの。そのためにはさっきも言ったけど、ATM が必須になってくるの。あの男はその逸材がある。最悪子供は別のやつに宿らせたらいいし、それこそイケメンの血。で、できた子供をあの ATM に育ててもらうって算段。私ってほんと天才。あ、今のことを内緒だからね。うん、もちろん。人生バラ色、万歳！1ヶ月後。報告です。何？妊娠した。え、マジで？うん。ほぼ確実に彼氏の子じゃないけど。ね、前言ってたイケメンの子？そう、何回も出してもらったから多分その人ので間違いない。イケメンか美女確定だよね。バレないのそれ？大丈夫大丈夫。彼氏とのちゃんとエッチしてたし、ヒリングつけてても 100% じゃないってこと伝えたら信じてくれた。え、それ大丈夫？なあ、これ絶対に言わないでね。分かってるけど、血液型とかでバレないかな？検査しなかったら大丈夫。それに私に惚れてるから、仮に自分の子でないと分かっても私から離れるわけない。これも全部優子のおかげ。これからもよろしくね。
うん、お幸せに。一週間後。ちょっと、どういうこと？何、どうしたの？なんで私の彼氏が懲戒解雇処分なの？てかもう会社クビになってたの？どういうことなの？てか子供できちゃったのよ。誰がこの子育てるのよ。ねえ、説明しなさいよ、優子。ごめん、私も今このタイミングで知った。あの人懲戒解雇処分になったの？そうよ。宗隆に聞いたら社内でセクハラばっかしてたんだって。は？ごめんね、そんな男紹介して。あんた、わざと？はい、わざとヤバい男を私に紹介した？そんなことないよ。嘘つけよ。本当だよ。何の恨みがあんの？もしかして高校の時のこと？だから知らないって。そんな復讐みたいなことしないよ。ただ会社の前で待ち伏せして私の婚約者を略奪しようとしたらさすがに怒っちゃうかもしれないけど、サリはそんなことしないもんね。あんたね、絶対許さない。訴えてやる。ん、訴える？私は一体何の罪に問われるの？うざい、こんなの非人道的よ。非人道的なのはサリもじゃない？他人の子供を託卵して彼氏に育てさせようとしてたよね。こんな人に非人道的とか言われたらさすがに笑っちゃうよ。うざい、マジで訴える。覚悟しとけよ。サリがそんな態度取るなら私も動かないといけないね。は？どういうこと？お腹の子供のこと彼氏にバレたらやばいよね。なんか結婚前提ってなってたし、婚約もしたって聞いてたよ。婚約破棄って慰謝料発生するよね。懲戒解雇でお金がない彼からしたら訴えて金もらわない手はないよね。証人には私がなるし。やめろ、お前なんか友達じゃないわ。それはこっちのセリフだよ。他人のもの欲しがるのはいいけど、それで失うものもあるんだよ。わかった？おバカさん、お前だけは許さない。哀れだね。さようなら。クソが。後日談。こんばんは、ゆうこです。旦那との復讐の作戦は以下の通りです。 1. 旦那は以前から社内でセクハラしてた男を排除したい。証拠集めはほぼ終わってた。 2. 私は旦那を誘惑してきたサリに復讐したい。1と2をドッキングさせることで全てがうまくいきました。まさかサリが企んを仕掛けてきたのは予想外でしたが、それにより派手に散ってくれました。またサリはもちろん別れて子供も下ろしてしまったそうです。今回負った傷は相当なものらしく、これ以降全く連絡がつかなくなりました。今はすっきりした気持ちで結婚式を迎えられそうです。